上島艦型、塚上島型付設艇は、日本海軍の付設艇。同系艦2隻。うち1隻は福音輸送艦として、戦後巡航した。1944年秋になると付設艦艇の創出に、本土周辺の機雷付設が加わり、付設艦艇を至急重当する必要があった。そこで、戦時標準船を買収し、付設艦に改造。 不設定は十数席が必要とされた。建造番号は1801番から1809番が割り当てられ、うち三席を緊急に建造することになった。一席は建造中止となり、結局二席が1945年2月に寄港された。一番艇上島は、同年7月に竣工島もなく、終戦。二番艇淡島は、戦後に福音輸送艦として竣工し、 戦局に寄与することはできなかった。艦型は、平島型不設艇をタイプシップとし構造、偽装とも簡易化とされた。すなわち戦隊は戦図に直線を多用し、キャンバーなし、シアーも監視に直線的に付した以外はなかった。上構えもできるだけ簡易化され、煙突も六角形となっている。手記は、 満式ディーゼルの在庫品一隻分を当て、残りは当時の兵型解剖艦用に量産されていた、ポ本式ディーゼルを搭載した。このため、カンポ本式ディーゼル搭載艦の速力は16.5ノットに落ちている。平島型が、戦段護衛のために、航続力を伸ばす必要が生じたため、本型では、計画から航続力を14ノットで3000、とした。兵装は、 従来の8センチメートル広角砲に代わりか称合式40ミリメートル単装機関砲が2機装備された。機銃は当時の平島型に装備された数を基準に搭載した。終戦時の日本海軍艦艇によると25ミリメートル連装機銃2機同単装3丁の計画だったが連装1機と単装4丁が追加されたという。電は号、号各を装備。 ソナーは92式水中超音機1機、3式2型単身技1組を装備するなど、最新型を一通り装備した。ありがとうございます。